フランス衛兵隊の連隊機フランス衛兵隊は、アンシャンレジーム下でのフランス国王のこの衛軍である、メゾン・ミリテール・デュ・ロアード・フランスに属する不評連隊。衛兵のほとんどが離脱したことが原因となって、フランスの絶対王政の崩壊を確実にしたため、パリに駐屯していたフランス衛兵隊は、フランス革命において主要な役割を果たすことになった。フランス衛兵隊は、 バスティーユの襲撃を引き、後に国民衛兵の幹部を形成した。この連隊は国王シャルル九世によって1563年に創設された。9000人の強し強な兵士によって構成され、1635年には全30中隊、一部隊あたり300人のフューズ入りを用していた。彼らはフューズ入ルと呼ばれるマスケット銃や、 鉄製のパイクで武装し、平時には普通の民間人の生活を営むことができた。これは、実際には、非番の時は民間人に雇われて、軍務以外の仕事に就くことができることを意味していた。カトリーヌ・ド・メディシスの主張により、彼らは創設後いくつかの守備隊に分散させられた。しかし、猛の近郊で、ユグノーによるシャルル旧世の誘拐未遂が起こった後、 英兵は国王を保護するために特別に元に戻された。1757年時の征服戦時には、フランス英兵隊は自分たちの戦闘ポジションを選ぶ特権を持っていた。他の特権には、包囲戦の間に城壁が破られた時の襲撃、兵舎の優先的な選択、及び裁判の特別な権利が含まれており、パレードの時には、彼らはメゾン・ミリテール・デュロワの他のすべての連隊に、 優先して更新した。彼らはベルサイユ宮殿の外部を警護する責任をスイス衛兵隊と分担していた。さらにフランス衛兵隊は首都の様々な警察の支援のもとパリで公の秩序を維持する責任を負っていた。フランス衛兵隊とイギリスこの F 不連隊は1745年に本当の輪で退治した。イギリス軍の指揮官であるチャールズ兵教は まず諸君らから撃ちた前と言い,い、フランス衛兵隊の指揮官、ダントロッシュ伯爵はこれに対して、いいや、我々は決して先には発砲しないと答えた1789年には、フランス衛兵隊はメゾン・ミリテール・デュロワの中で最大の部隊を構成していた。6つの敵弾兵中隊と24のフューズ入りへ、中隊が全連隊を構成する6つの大隊に分かれており、 フランス衛兵隊の総数は約3600人に達した。連隊の大佐は通常フランス元帥の階級を保持していた。敵団兵中隊の隊長は一般の不評連隊の大佐と同等の階級であった。各大隊には一つの敵団兵中隊と四つのフューズ入りへ中隊が置かれていた。社会的なエリートである応急部隊としてのフランス衛兵隊というイメージは 低身である指揮官によってのみ導かれたもので、その大部分が間違っている可能性がある。連帯の士官のほとんどはパリ以外の出身であり、後に元帥となるアブラハム・ファベルのようなものは地方貴族としての小さいも思っていなかった。兵士たちはフランス全土から募集されたが、結婚と非番人の雇用を通じて、フランス革命が勃発した時の行動に影響を、 与えたパリとのローカルな関係を素早く確立した。英兵は最低8年間はタイに在籍し、一般の不評の最低身長が1.68メートルであったのに、比べ身長1.73メートル以上のフランス国民でなければならなかった。フランス英兵隊とそれに対するイギリスの指揮官たちが、まず相手に最初に発砲させるために互いに譲り合ったという、 フォントノワの戦いで報告された出来事は、時に貴族の間で行われた過度の騎士道的態度の例として引用されている。しかし、18世紀の戦争では、敵に最も接近してから発砲した部隊が最も効果的な一斉奏者を行うことができた。フォントノワの戦いでは、フランス衛兵隊は最初に発砲し、411人の死傷者と重大な犠牲者を出した。 1685年から1789年にかけて連帯は赤い襟、袖口、直器に暗い、王の青色のコートを着用した。ズボンは赤、レギンスは白だった。敵団兵は毛皮の工防紙を使用していたが、フューズ入りへ中隊はフランスの不評の標準的な三角帽子を着用していた。コートや直器は白や、 銀の変素で大きく刺繍されていた。反抗したフランス衛兵隊は、バスティーユの襲撃とドローネー総督の逮捕に参加した。フランス衛兵隊が、その勃発の時点で、フランス革命に対して示した共感は、反乱の初期の成功に、不可欠な要素だった。当時のメゾン・ミリテール・デュロアの他の二つの部隊、スイス衛兵隊とドイツ人衛兵隊は王に、忠実だったが、 フランス衛兵隊よりも小規模な部隊であり、後者の連隊にはパリとのつながりが欠けていた。バスティーユの崩壊に至る1789年7月初めまでの何週間にもわたる騒動の間、連隊は当初は命令に従い、ますます手に負えなくなる群衆に対して何度か行動した。4月に起こったレベリオンの工場での暴動では、衛兵は 敵対的な群衆に発砲して数百人を死傷させた。しかし、パリ市民とのローカルな関係に加えて、連隊は前年に任命された大佐であるシャトレ公爵によって導入された過酷なプロイ戦士機の規律に憤慨していた。迂闊なことに、連隊の士官たちは兵士の日常的な管理を可視官に任せきりで、彼ら自身と兵士との交流は限られていた。 これらが原因となって6月27日以降、兵士による軍務の放棄が起こり、続いて7月12日にフランス衛兵隊がドイツ人衛兵隊に発砲する事件が起こった。そして7月14日にはついに兵士の大部分が離反した。伝えられるところによれば、パリの衛兵隊の兵舎の中庭である主幹が部下を再び集めようとしたとき、 彼に従ったのはたった一人の軍曹だけだったという。連隊全体で6大隊あった中で、依然として命令に従順だったのはわずか1大隊のみだった。反逆した兵士たちは、バスティーユへの攻撃において、重要な役割を果たした。そこで彼らは砲弾を効果的に使用し、降伏後の守備隊の虐殺を防いだと信じられている。バスティーユの崩壊後、フランス衛兵隊は、 ベルサイユの敬語任務に復帰したいと嘆願した。しかしこの申し出は拒否され、連隊は1789年8月31日に正式に解散された。旧フランス衛兵隊は、その後、新しい国民衛兵の軍事的な中核となる兵士を提供した。1789年10月6日、パリから来たボートがベルサイユ宮殿に侵入したとき、彼らは、 ラファイエット司令官のもとで秩序を回復させるために行動し、10月6日に王室をパリまで護衛し、同日の午後には王太子を護衛した。1792年10月、元フランス衛兵は戦争のために動員された新しい義勇兵部隊に配属された。この最終的な役割において、以前の王室衛兵は1792年から1802年の 革命軍の幹部を輩出した。1814年のブルボン王政復古の後、かつて王室の警備を担っていた様々な部隊の大部分が再建された。しかし、革命の最初期における重要な転換点となった、フランス衛兵隊の離反は忘れられることはなく、この連隊を再建しようとする動きはなかった。ありがとうございます。